デュアー冷却器の構造。水色の部分に冷媒を入れる。機体は矢印の方向に流れ、冷却部の下場で液化する。デュアー冷却器は機体を極低温に冷却し、液化させるために使用される、冷却器である。イギリス人科学者、物理学者のジェームズ・デュアーによって1890年代に考案された、デュアー冷却器と表記することもある。 冷却する機体を流し込む外装と冷媒を入れる内装で構成されている。外装上部には冷却する機体を流し込むための管があり、流し込まれた機体は内装の冷媒によって凝縮されて液化する。下にフラスコなどを装着しておき、液化した物質を補修する。内装に入れる冷媒は扱いやすさ、安全性、価格などの理由からメタノールや アセトンジクロロメタンなどにドライアイスを入れたもの、液体窒素などが用いられる。研究用の小型のものには、通常耐熱ガラスで作られたものが使用される。通常ジムロート冷却機などでは、水などの冷媒を流して用いるため、沸点が低い物質は液化させることができない。デュアー冷却機は、氷水などより低温で凝集させる必要が場合に、利用される。例として、 バーチ還元で使う液体アンモニアも実験室で用意する場合が挙げられる。また、ジメチルジオキシュラムの調整は減圧化に行われる。そのため、溶媒および機質として用いるアセトンの沸点は室温よりも低くなる。ジメチルジオキシュラムは普通アセトン溶液として保存、使用されるので、デュアー冷却器を組み込んだ装置で合成、収集される。すなわち、 反応容器で発生させたジメチルジオキシランを上手右上の管からデュアー冷却器に誘導し、気化したアセトンと共に下部に接続したフラスコに集める。その他、室温異常では不安定な化合物を減圧上流する場合や、真空系中に含まれる機体をできる限り取り除く、目的でも使われる。高真空化では物質の沸点が低くなるため、デュアー冷却器など、 極低温の冷媒を取り扱える冷却器でなければ液化させることができない。ありがとうございます。